はい、皆さんこんばんは、キースです。ではジャックジャンヌ次からやっていきましょう。よろしくお願いします。校長先生の話を聞いてクォーツクラスに戻ってきたところからですね、いきましょう。おう、おう、入りたまえ。おっと、新キャラの方ですね。あの人が先生？でも制服を着てる。ということは生徒だよね。先輩かな。校内放送で高らかに呼ばれていたね。初日から何か問題でも起こしたのかい？窃盗、強盗、過失傷害、恐喝、脅迫、銀行強盗。めちゃくちゃ喋るな。ものすごく口が回る人だ。次から次に言葉が出てくる。その足で学校来るやつなんていねえだろ、黒。お、高瀬の先輩だ。黒、黒さん。あの人、入学試験で模範ダンスを踊っていた高階サラフミさんだ。そう、クォーツのあるジャンヌね。そんな肝っ玉の座った新入生がいてもいいじゃないか、フーミン。この世はドラマが全て。フーミンって呼ぶんだ。で、おまわりが来たらどうすんのさ。まあ、何もしないですよ、犯罪は。差し出す。社会生活は法が全て。私はどうしたらいいんだろう。置いてかれてますね。お前たち一年が困っている。お、むつみ海先輩じゃん。あの人は、ホールの場所を教えてくれた、むつみ海さんだ。ジャックエース。おお、失礼。暑くなっていたよ。サンキュー、むつみ氏。ひとまず、君は空いている席に座りたまえ。はい、わかりました。ちょっと名前わかんないんだけど、この先輩。先輩だよね、多分。黒さん。立花、こっちこっち。お、すず。ここが空いてるよ。そうちゃんもいる。では、皆揃ったところで、改めて僕から挨拶を。はい。ユニベール78期生の諸君、入学おめでとう。透明なるクォーツへようこそおいでなすった。なんなんだろうな、この人は。先生じゃないよな。いや、これなんか、みんなクラス同じなの ?1 年から3年まで。僕はユニベール76期生で3年のネジコクト。お、ネジコクト先輩か。3年なんだ。クォーツの組長兼脚本兼演出兼その他諸々をやっておる。組長、クラス委員ってことかな。クラス委員なのかな、うん、じゃあみんな一緒に受けんの、いろいろ。え、めちゃくちゃいろんなことやってんな。つまりクォーツの舞台やストーリーの大枠は僕が作っていると言っても過言ではない。マジか、刺激権力持ってんのかな。すでにご存知だろうが、ユニベールでは歌劇を学びながら各クラスごとに舞台を作っていく。はい。1年生から3年生までみんなで協力してだ。あ、そうなんだ。すげえ特殊だな。みんなでやるんだね、学年関係なく。舞台は順番に新人公演、夏公演、秋公演、冬公演、ユニベール公演の5つ。ほう。校長先生が言っていたユニベール公演は最後の公演なんだ。あ、なんか言ってたよね、ユニベール公演でなんかトップとしてなんか演じろみたいな。君たちの初舞台は名前のまんま新人公演。1年生諸君が主役の公演さ。マジか、新人公演いきなりあんの。俺らが舞台に立てるんすか。もちろん主役だからな。泣こうがわめこうが新人公演がある5月30日には大勢の観客を前に舞台に立っている。マジか、ちょっとテンション上がってきたな。5月30日ね、オッケー。5月30日。今日が4月5日だから2ヶ月もない。2ヶ月か。客層のほとんどは君たちを温かく見守る人々で占められているが、中にはもちろん厳しい眼差しを向ける者もいる。雑誌の記者やプロの評論家、熱狂的なユニベールファンなどがそれだ。なるほど、戦いはもう始まってるんですね。素人同然の君たちの目標は、新人公演までに舞台上で歌って踊ってお話ができるようになること。わかりました、黒先輩。まずは僕が君たちのために脚本を作ろう。ひなでも舞台上で羽ばたけるような脚本をね。ありがとうございます。配役は4月中に発表する。何か質問は。質問。みんな急に具体的な日程を伝えられて戸惑ってるみたい。あ、他にも生徒いるんだ。見えてないだけか。はい、質問です。何人ぐらいのクラスなのかな。20人ぐらいいるのかな。早かいの。新人公演に上級生の皆さんは出ないんですか。
お、いい質問。安心したまえ。僕はヒナの羽を散らすだけの舞台にするつもりはない。上級生も当然舞台に上がる。マジか、アザ先輩たち。あくまで新人公演の主役は新1年生っつうこと。サポートしてくれるってこと？めっちゃいい先輩たちじゃないか。よかった、クォーツ入って。俺たち上級生はお前たちのサポートに回る。カイ先輩、わからないことがあればその都度聞くがいい。どの先輩も親切丁寧に教えてくれることだろう。マジか、めっちゃいい人らやん。え、嫌だけど。あ、嫌な人もいたんだ。え、この人先輩？めちゃくちゃ可愛いな。一部例外もいるがね、ムハ。ミッキーも2年になるんだから、少しくらい後輩に優しくしたっていいのよ。ミッキーさん、ミッキー先輩、ミッキー先輩、めっちゃ可愛いっすね。校長先生が私以上に女性らしい人がいくらでもいるって言ってたけど、本当だ。そっか、男の子なのか。お人形さんみたいに可愛い。次期アルジャンヌ候補かな。あの人、白田美月先輩だよ。歌が得意なんだって。あ、だからミッキーなんだ。白田美月先輩ね。オッケー、ちゃんと名前覚えないとな。歌が得意なんだ。キサちゃんに聞きたい時にネジ先輩が言ってた。マジか、ちょっと出遅れたな一歩。校長に呼ばれて。そうなんだ、ん、何見てんの。すいません、すいません、ミッキー、ミッキー先輩。すみません。他に質問ある子は？なかなかクールな先輩だな。質問、お、質問できる。お、じゃあ全部質問しようかな。配役はどう決めるの？配役はどう決めるんですか？僕の独断と偏見だ。マジかよ。めっちゃごますっとこうかな。レッスンでの様子や学内生活、普段の歩き方、話し方、体型、声、表情。マジか、全然気抜けねえじゃん。ありとあらゆる要素を踏まえる。最後は直感だがね。まあ、そこ大事だよね。うん。芸術としては。やっぱ直感ね。直感。僕の直感で原石を見つけるのさ。いちいち言い方かっこいいな、この人。なるほどね。まあ、普段からいろいろ努力しないといけないってことね。いい役に選ばれるには。じゃあ次はどんな訓練をすればいいの？新人公演までにどんな練習をすればいいんでしょうか？自分で考えろって言われそう。まずは、明日から始まるレッスンをしっかり受けることだね。ちゃんと教えてくれるんだ。ありがとう。レッスンね。教科ごとに専門の先生たちが手取り足取り、飴投げ、鞭飛ばして教えてくれる。なるほど。時には誰かと交流して、自分にはないものを吸収するのもいいだろう。これで新メッセとかあげるのかな。ユニベールでは自主性が求められる。しかし、与えられた時間は有限だ。いちいちなんか言い方かっこいいな。目標のためにどんなレッスンが必要なのか、誰と過ごすか、しっかり考えて行動したまえ。なるほどね。まあ多分そのあれだよね、その攻略的なことも考えないといけないんだろうな。うん、こういうゲームってそうだよね。ちゃんと狙って多分行かないとキャラ攻略はできないよね。 OK。 じゃあ終わりかな、これで。質問はない。今聞いた話で大丈夫。Okay、では組長兼もろもろからは以上。あとはお譲りしますよ、六郎氏。六郎氏誰だ。ああ、わかった。クォーツ担当の江西六郎だ。ん、どういうこと。あ、担任ってことか。ネジが説明した通りだな。俺からは特にない。この人受験の時に案内してくれた人だな。いいよ、職務放棄。大人があれこれ出しゃばるもんでもないだろう、ユニベールじゃな。マジか、ちょっと楽だな。先生楽だな。あの人が担任の先生。私が女だってことも知ってるんだよね。ああ、そうだね。校長言ってたもんね。担任にも教えてるって。まあなんか普通の授業とかの時に教えてくれるのかな。まあ、普通の勉強もするんでしょうね、一応ちゃんと。高校なのかな、ここは。明日から早速レッスンが始まる。新人公演までに必要な技術を身につけるようにな。では、解散。
そういえばキサちゃん、キサちゃんがいない間にみんなで自己紹介したんだよ。え、マジかよ。ちょっと待って待って待って、いきなりちょっと遅れとってんだけど。馴染めないかもしれないクラスに。え、そうなの？まずいな。今から改めて挨拶してきたらいいんじゃね、全員に。うん、そうしよう。まあそうだね、最初にしとかないとね。ちょっと、お、立花、挨拶は順調か？ユニベールはでけえから人探すのも大変だろう。それにしてもすげえデザインだよな、クオーツ寮。水晶が飛び出てっぞ。有名な建築家がデザインしたらしいぜ。あの左の建物かな、なんだあれ。なんだあれ、前衛芸術みたいになってんだけど、大丈夫かなあれ。あれ寮なの、住めんのかあれ。寮もすごいけど、ここからの景色もすげえぞ。めちゃくちゃ学費高そうだな、ここ。見てみろよ、玉坂市が一望できる。あ、ちょっと真ん中に見えるね。本当だ。で、結構上の方にあるんだ。これからどんな毎日になるんだろうな、俺たち。いや、楽しみだね。緊張する？する。でも期待の方がでけえかな。新人公演でいい役取りたいし。そうだね、取り巻き君はいい役がもらえそうだよ。すずでいいぜ。マジか。てか、すずって呼んでたわ、ごめん。え、取り巻きって長えだろ。みんなそう呼んでたし。改めてこれからよろしくな、立花。こちらこそよろしく。うん、こちらこそ、すずくん。めっちゃいいやつだよな、こいつ。キサちゃん、入って入って。お、そうちゃん、荷ほどき終わった？うん、だいたい。本はまだ並べてないけど。もうすずくんと対照的だよね、文系って感じだよね、うん、お互い違う魅力があるね。すずくんはなんか、なんだろうな、まあ大会系というかって感じだな。舞台に関わる本がたくさんある。もう勉強してるの？出遅れないようにね。試験に落ちたと思ってたくらいだから。まあそうなんだ。本とか好きなのかな。ねえキサちゃん、どうしてユニベールに入れたのか聞いてもいい？あ、そうだよね、うん、それは教えてなかったもんね。うん、それが実はちょっといろいろありましてね。はい、これ話したね、カッカクシカジカ。そっか、そんなことが。そうなんすよ。キサちゃん、あの月くんって。いや、どこ行ったかわかんないんだよね、月兄は。連絡は取れないけど、月兄のことだからどこかで元気にやってると思うよ。どこ行ったんだ月兄は、連絡してくれよ。これわかんのかな、この物語進んでたら。そっか、そうだよね。うん、そうだ、協力するよキサちゃん。キサちゃんがユニベールで学校生活を送れるように。困ったことがあったら何でも言って。ありがとうそうちゃん。ありがとうそうちゃん、優しいな。それにしてもキサちゃんと一緒にまたお芝居ができるなんて嬉しいな。こちらこそ。大変だと思うけど、キサちゃんがユニベールに来てくれてよかった。一緒に頑張ろうね。そうちゃん、頑張ろう。で、バラさないでね、みんなに女ってことは。あれ、歌声が聞こえる。歌声、歌ってんのが誰か。この胸で踊る可能性のリズム。おお、水木先輩。あの人、白田先輩。綺麗ですね。歌が得意だって聞いていたけど、本当に綺麗な歌声。歌詞の情景が思い浮かんでくる。何聞いてんのよって怒られそう。ジロジロ見ないでくれる？不愉快なんだけど。やっぱり言われた。あ、すみません。すげえな、気配あれだね、察知するの得意なんだねこの人。なんだ、またお前か。遅れて入ってきた新入生、もしかして嫌われてますかね。それみんなにこういう感じなのかな、クールなんだろうな。はい、立花キサと言います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。
女みたいな顔。いや、ミッキー先輩もね、うん、結構綺麗ですよ。あ、そうですかね。まあ、こっちはまあ女なんですよ。声も高い、体つきも華奢、いかにもジャンヌ。自分の特徴くらい自覚しとけば。あ、はい、すいません、ありがとうございます。すみません。あ、じゃあもうジャンヌ、アルジャンヌ狙いになった方がいいのかな。ジャックエースも狙えるのかな。はあ、僕はユニベール77期生2年の白田美月、クォーツのジャンヌでトレゾール。ジャンヌだよ。トレゾールって何ですか。トレゾール、歌姫的なことかな。ここじゃ歌姫って意味だ。お、やっぱりね、合ってた。白田先輩の歌、立ち止まって聞き入ってしまうくらい素敵でした。それで盗み聞きか。すみません。褒めたのに。どうでもいいけど。じゃあ。クール。行っちゃった。人と関わるのがあまり好きじゃないのかな。それにしても綺麗な歌声だったな。どこだこれ。誰かいる。どこだこれ。こんなとこあんのこれ。森じゃん。お、むつび先輩。むつび先輩だ。何してんだこの山奥で。修行ですか。こんなところで何をしてるんだろう。何か集中してるみたいだけど。瞑想とかしてんのかな。邪魔したら悪いかな。また改めて。何、森林浴とかしてんの。クォーツの新入生か。あ、気づかれた。あ、はい、立花キサです。覚えてんじゃない。だってあれだもんね、受験の時教えてくれたもんね。ああ、お前は。お、やっぱり。はい。何この沈黙。結構寡黙な方なのかな。喋んないな。どうしよう、会話が途切れた。ユニベール76期生、むつみ海、3年だ。あ、どうも、すいません、わざわざ先輩から名乗ってもらって。あ、むつみ先輩ですね。海でいい。周りもそう呼んでいる。いやいや、先輩をね、そんな風に呼べないです、呼び捨てはさすがに。海先輩でいいですかね。なんだこの沈黙は。じゃあ、カイさんと呼ばせてもらいます。そうっすね。あ、うん。それが妥当なとこでしょう。カイさんは、クォーツのジャックエースなんですよね。かっこいいね。ジャックエースといえば、月にも勤めていた、ジャックのトップ。それだけ実力があるってことだ。まあね、すごいなんか、オーラあるもんね。俺はアルジャンヌを彩るための器だ。それ以上でも。それ以下でもない。おー、なんか深いこと言ってんな。え、じゃあな。あ、はい。アルジャンヌを彩るための器、どういうことだろう。なんかいろいろあんのかな、先輩たちも。今後明らかになってくるんじゃないかな。お、黒先輩だ。ご機嫌だな。あれ、クォーツの組長、ネジ先輩だ。この部屋に入っていった。いらっしゃい。あっ、こんなところでどうしたんだい。挨拶つ。クォーツの皆さんに挨拶をして回っていました。首相な心がけじゃないか。それならお入りなさいよ。すごい。何あれ、鉛筆か。鉛筆持ってんのか。僕の作業部屋さん。作業部屋あんの。では改めて紹介し合おうか、お互いの事項。僕はネジ国と、クォーツの組長兼もろもろ担当者だよ。癖強いな、やっぱ。脚本や演出をされているんですよね。権力者でしょ。しかし裏方だけでなく、僕自身も舞台に上がる。あ、そうなんだ。めちゃくちゃいろいろやってんだな、本当に。演者としてはきらめく姫や王子からジジババまで何でもござれよ。ほう、マルチプレイヤー。男女両役こなせるんですか。
各言う君も総合的な意味合いではどちらともいけそうだね。なるほどなるほど。あ、じゃあやっぱり選べんのか。その自分が上げるステータス次第でどっちにアルジャンヌになるかジャックエースになるか変わるって感じだろうね。ネジ先輩がメモを取り始めた。何を書いてるんだろう。僕の手元に興味があるかい。何を隠そう、我がクォーツの舞台脚本さ。まだ草案だがね。どのクラスも生徒が脚本を書くんですか。まさか。よそは脚本家や担任から脚本を譲り受けているよ。僕が特別。やっぱすげえだな、才能あんだな、認められてんだ。君はどんな役が似合うかね。どっちっすかね。先輩が至近距離で吟味するように私を見てる。ノットしけ。夢中になると周りが見えなくなってしまうものでね。僕らがやっているのは果てがないことだ。芝居をする、ダンスを踊る、歌を歌う、それぞれがどこまででも追求できる分野だろう。一角の人間になれるかもしれないが、ともすればただの器用貧乏で終わりかねない。なるほどね。やっぱりどっか突き抜けた方がいいんだろうな。一個で一個。どれほど時間を費やしても足らない。恐ろしい世界なのだよ。だからこそ夢中になれる。舞台は巨大な装置、ジャックとジャンヌはその歯車、僕はそれを組み立てる職人。共に良き舞台を作ろうではないか、立花君。はい。というわけで、僕は執筆をせねば。君も新人公演に向かって頑張りたまえ。あざっす。どんな脚本ができるんだろう、楽しみだな。いや、キャラ濃いな、みんな。あ、誰かいる。お、高階先輩。高階先輩だ。フロアの真ん中で気だるそうに立ってる。何してんだ。高階先輩が踊り出した。入試の時に踊っていたダンスとは違う、和物の舞だ。緩やかな動きの中にもメリハリがあって、所作が全部綺麗。さすがクォーツのアルジャンヌ。目線の動かし方一つとっても花がある。ずいぶん熱い視線向けてくるね。は、すいません。すみません。やっぱみんななんかあれだね、気配察知するのがすごいな。入試の時もそんな目してたな。あんなにたくさん受験生がいたのに覚えているんですか。あ、なんか話したもんね、先輩同士で。すずくんとキサちゃんが目立ってたって。赤いのとお前はよく覚えてんよ。二人ともひどい踊りだったからね。すいません、すいません。ああ、冗談冗談。赤髪の方は本当にひどかったけどね。名前は。ああ、じゃあすずくんよりはマシだったんだ、キサちゃんは。立花キサと言います。立花キサ、俺はユニベール76期生、3年の高階沙羅文。堅苦しいの好きじゃないから文でいいよ。いやいや、呼べないよ文は。文先輩でしょうね、文さんかな。立花にやっぱ引っかかってんのかな。うん、まあ、月にたもう立花だもんね、伝説のアルジャンヌクォーツの。文先輩ですか。先輩もいらない。いやいや、マジっすか。いや、ちょっとなんかちょっとそれ呼びにくいっすわ。じゃあフミさん。ん、あ、いいんだ。つかみんな気さくですね、先輩方。ほんと楽しませてくれよ、キサ。おお、かっけえな。間近で見ると圧倒されちゃう。それがアルジャンヌなのかな、カリスマ。あっという間に今日が終わった。いや、一通り挨拶できたな。つかいい部屋だなこれ。結構上あんじゃん、これロフトか。上はこれ一人部屋だよね多分。ここが私の部屋。いいじゃん、普通に PC もあるし。
まだ全然生活感がない。新しい部屋の匂いがする。やっぱめちゃくちゃいいとこじゃねえかこれ。今日からここで生活するんだ、ユニベールの生徒として。頑張ろう。あの日見た月にみたいに舞台で輝けるよ。頑張ろう。お、新人公演まであと54日。おはよう。ちゃんと寝たか。あったら54日だ。今日から授業開始だ。しゃ、行くぜ授業。授業の進め方について説明するぞ。あ、どうもありがとうございます。ちなみに俺は演技の授業を担当している江西六郎だ。まあよろしく。あ、演技の授業の先生なんだ。それじゃレッスンのスケジュールを組んでみろ。他の授業もあんのかな。よし、じゃあ授業についてシステム説明があるんで見ていきましょうかね。レッスンについて丸1。ユニベール歌劇学校では演劇を学ぶために月曜日から金曜日の平日にレッスンを行うことができます。レッスンを行うことで主人公が成長します。やっぱパラメータをどんどん上げていく感じなのね。レッスンを行うと経験値が手に入り、経験値が一定の値になるとパラメータのレベルが上がります。あ、レベル制なんだ。なるほどなるほど。ランニングすると精神が上がっていくみたいな感じか。自分である程度考えていかないといけないんだね、ステータス上げは。レッスンは全部で6種類。レッスンによって上がるパラメータは異なりますと。ほんほん。ランニングで精神アップ。歌唱で、歌唱まあアップね。で、役作りで魅力がアップ。座学で、読解がアップ。舞踏で舞踏アップ。で、エチュードで表現がアップと。はいはい、オッケーオッケー。パラメータはゲーム内のいろいろなところに影響します。日々のレッスンを頑張ってください。まあ多分このステータスによって舞台が成功するかどうかとか、変わってくるんでしょうね。なるほど。じゃあ丸に見ようかな。レッスンを行うと体力が消費されます。あ、体力あるんだね。体力がゼロでもレッスンを行うことができますが、失敗することがあります。あ、だから体力も自分で考えて調整していかないと、回復しないといけないのね。体力が少なかった時はレッスンを行う代わりに休むを行い、体力を回復しましょう。レッスンを選ぶときに R を押すと次の休日まで同じレッスンを自動で行います。慣れてきたら活用してみましょう。 OKOK。多分ね、これレッスン全部やってたらすげえ時間ね、これ、動画でやってたら切りないと思うんで、まあ、多分ところどころ飛ばしてはいくと思いますね、レッスンしてるところは。って感じですかね。OK。じゃあパラメータについて。今回パラメータについてもう少し詳しくご説明します。どうも。各レッスンに上がるパラメータは、クォーツの仲間たちとの絆を深めていくためにも重要となります。はんはんはん。クォーズの仲間たちは皆個性豊か。そうですね。絆を深めるために必要なパラメータもそれぞれ異なります。気になる仲間に対応したパラメータを上げてみましょう。やっぱり攻略するにはもうあれか。狙っていかないといけないのか。精神が鈴くん。はは、読解がそうちゃんか。歌唱は美月先輩で、舞踏が、何て呼べん、高階先輩じゃなくて、サラフミ先輩。で、フミ先輩か。フミさんだ。で、魅力が、カイさんね。オッケー。で、表現は、クロさんね。オッケー、オッケー、オッケー。あー、なるほどね。じゃ、これ、難しいな。そっか。誰から行こう。誰から行こうってなっちゃうわ。なるほどね。これ考えないといけないな。これだけだよね、説明。あ、まだあるか。これで終わりか。あ、これで終わりだわ。なるほど。そういうことですか。とりあえずやってみようかな。どうしよう。ちょっとランニングしようかな。まあ、鈴くんとね、ちょっと仲良くなりたいな。ってのもあるんで、じゃ、ちょっとまずランニングしてみましょうか。じゃあランニングで精神を鍛えてみよう。あ、先生いるわ。お、レベル2上がった。1回で上がるんだ。お、7日。え、もう始まるな。新人公演までやばいな、ちょっと。パラメータちゃんと考えないと。本当に、ユニベールに入れたんだ。周りは男の子だらけ。女だってバレないように気をつけないと。あ。お。ミッキー先輩。城田先輩だ。何？あ、すみません。おはようございます。あ、行っちゃった。クールだね、相変わらず。あ、今のイベントだったのかな？次どうしようかな。でも他のもやってみたいけどな。どうしようかな。まあ、とりあえずランニングもう一回するか。オッケー。よし、これで3と精神が。はい。なんかイベント起きるかな。マジで時間ないな。あ、体力もあるんだ。今80か。
じゃあ他やってみようかな。エチュードって何？表現力。これも大事だよね。精神だけあってもしょうがないよな。よし、表現力アップ。で、まだ70だからできるよね。あと役作り。魅力アップか。歌唱も欲しいけどな。まあ、でもダンスも基本的に全部いるよな。間違えた。全部いるな。はい。家にしちゃった。もう魅力もアップだし。お、なんか起きた。びっくりマークがついたぞ。なんだなんだ。はぁ、終わった。あ、なんか新鮮だね。こういうシステムなんだな。どうも。お、黒先輩。ネジ先輩、お疲れ様です。はぁ、新1年生のお疲れ具合には負けるよ。変なところ見せてすいません。あ、ちょいちょいこういうイベント入ってくるのね。なるほど。小ネタ的なやつが。んで、今日ちょっと一週間だけやってみようかなって感じかな。やってみましょう。で、何あげようかなと。でも、舞踏もあげた方がいいよな。オッケー。お、またなんか起きた。俺は長山大和、ダンス講師だ。お前たち、心のビートを響かせろ。やばい、やばいわ。一番キャラ濃いかもしれん、この人。すげえな、胸筋が。すっげえ体。先生か。長山先生は舞踏を得意とするオニキスの担任の先生らしいよ。ダンスの世界では有名な人なんだって。あ、そうなんだ。他のクラスの先生が教えてくれるんだ、授業。どうやって鍛えてんだろう。いやー、だプロテインだろ、これ。プロテインやってんだろ。音楽で例えれば、この体は思いを奏でる楽器。嬉しさも悲しみも、あらゆる感情を体現できるのがダンスの魅力。ダンス is life。 もうキャラ濃いね。次、あ、なんだ、終わった。土曜日か、休みか。今日落ち着いてきたし、ユニベールに入学したことをちゃんと青に報告しよう。青って誰だっけ。あ、友達か。あ、なんか言ってたよね。ユニベール大好きだから近くの学校に行ったみたいな。あ、この人か。茜青さん。ちょっとキサちゃん、どういうこと。ユニベール入っちゃった。ごめん、混乱させて。大混乱だよ。この子ら関わってくんのかな。だってキサちゃんは女の子で、ユニベールは男子校で。話して大丈夫なの、これ。大丈夫、この子は。大丈夫か、裏切らないか。友達、親友だもんね、多分。きっと校長先生がお膳立てしてくれて、女だってことは隠さなきゃいけなくて。拡散しないでね、ちょっと。SNS とかに拡散しないでよ、青さん。頼むよ。パニックだよ。そうだよね。ああ、でも。ん？よかった。お、ありがとう。祝福してくれんの？ごめんね。混乱してるから、思考があっちにこっちに行っちゃって。でも、私ね、キサちゃんが本当はやりたいことがあるのに我慢してるんじゃないかって思ってたから。まあそうね、そうですよね。だから、嬉しいの。しかも、それが、ユニベール歌劇学校だったなんて。青はユニベールの歌劇が好きだもんね。そうだよ。ユニベール歌劇が見たくて、隣町の学校に入学したぐらいだもん。だよね。来て来て。全然来て。新人公演来てよ。綾浜市のセントアガタ女学院だったっけ。なんか金かかりそうだな。うん。玉坂座駅まで電車一本で行ける距離。遊び行くわ、じゃあ。ってことは、キサちゃんにも会いに行けるね。やったー。学校で
しいと思うけど、時間があるときは遊ぼう。オッケーオッケー。はあ、すごいな。キサちゃんが夢を叶えてユニベール星。でもちょっと見られたらあれなのかな。男だと思われてるから多分もうなんか彼女とか言われるんじゃないの、青ちゃん。すごくややこしいな。嬉しい。他の生徒に見られたらね。大変なことたくさんあると思うけど、キサちゃんのこと応援してるね。青がキサちゃんのファン第一号。本当かお前。本当だな。絶対あれだよ、ファンでいてよ。青ありがとう。その場のテンションで言ってないよね。信じるよ青ちゃん。ユニベールって公演日以外の土曜日と日曜日はお休みなんだよね。どこかに出かけてみようかな。マジか。でも練習しないとなんかあれなんじゃないのかな。みんなに置いてかれるんじゃないか。土日も大丈夫か、遊んでて。まあ、たまに遊んでいいか。 お出かけができるんだ。今日は休日です。街にお出かけしてたまには気分転換してみよう。意外な人物に会えるかもしれません。マジか。ちょっと出かけてみようかな。玉坂市だよね。お、なんかキャラがいる。これ選べるんだ。なるほどなるほど。ちょっと悩むな、めちゃくちゃ。でこれね、多分ね、なんかもう、あれだよね、いろんな人に言ってたら多分、攻略できない気がするんだよね。だから多分、集中した方がいいんだと思うんだよね。じゃあ、鈴くん行こうかな。鈴くんがいるところに行ってみよう。稽古場。稽古してんの、やっぱ、休みの日でも。よっ。確かステップはこうで、うん、おう、立花、お疲れ。あっという間に1週間終わったよな。授業も光の速さで終わっていったわ。それで練習してたんだね。こういうのは出だしが肝心だからな。もうやっぱり真面目だね。ユニベールって生徒の実践を大事にしてるらしいから、自分で頑張る生徒じゃねえと振り落とされるらしいし。だよね、やっぱ土日もうかうか知らんねえな。あ、そうだ、お前も一緒に復習しね。するする、もちろんもちろん。うん、いいよ。よし、ちょっとボイス入った今。はあはあ、鈴くん体力すごいね。うん、そうか、朝走り込んだりしてるからかな。マジか、朝走り込んでんのかよ。時間あるときまた一緒に稽古しようぜ。努力してんだな。負けられねえ。お、なんかアップした。これ交換のかな。親密度みたいなやつか。こうやって上げていくのね、親密度。オッケーオッケー。理解したわ、システム。で、今日は日曜日までやって終わろうかな。またお出かけできるんだ。じゃあお出かけしよう、また。休むこともできるんだ。あ、休むこともできるんですね。ちょっとお出かけはするかな。まあ、50でやばいけど。でも他の人も行きたいんだけど。他の人も行きたいんだけど、どうしたらいいんだ、これ。他の人も行きてえけどな。今回じゃあ鈴くん行ってみるか。はい。鈴くんストーカーです、これ。立花！お、あ、立花ちょうどよかった。今から町の方行こうと思ってさ、ほら、俺らまだ玉坂市のこと全然知らないだろ。確かに。せっかくだし一緒に行こうぜ。いいね。ガンガン連れ出してくれるね。ここは玉坂坂って言うんだよな。言いにくい。ショップが多いな。おしゃれカフェもある。この辺の雰囲気好きだわ。いいね、これ自然体な感じが。こっちは姫彦通りか。いろいろ教えてくれてる。古い建物がたくさんあるな。なんだか時代劇のセットみたいだな。なんか甘い匂いがするぞ。お、スイーツだね、スイーツ。道の棒、道の棒、道の棒はいかがですか？店のお兄さん、なんだ道の棒って。ん？あれか？すいません、それ何ですか？あ、これかい？玉坂名物、道の棒だよ。なんだそれ？食べ物？みたらし団子じゃねえのこれ。へえ、なあ、立花、これ食べてみねえか？うん。いいね、ぐいぐい引っ張ってくれるね。はい、前田あり、暑いから気をつけてな。まあでも男だと思われてるんでしょうね。普通の男友達と遊んでる感じだよね。うわー、でけえな、なんだこれ。これが玉坂坂が舞台やってる玉坂座テアトルだろう。なんだ玉坂座って。玉坂座ってユニベールの中でも特に優秀なやつだけが入門できるらしいの。え、なにそれ、そんなもんあんの。あー、もうユニベール着いたわ。探索面白かったな。今日は付き合ってくれてありがとう。また一緒に街ぶらつこうぜ。オッケー。お、交換のアップアップ。
なるほどね。休日もこんな感じで交換だ。おい、橘、緊急招集だ。え、なんだなんだ、何があったんだ。鈴くん、どうしたんだろう。